そう乗せていきますね、はい、ここちょっと待って、すごいですね、ストップ、はい、ストップ大丈夫です、いけますか、やってくださいこれなんで痛いかって言ったら、椅子に座るときにこうやって座るので、あの足を圧迫してしまうから、この辺が硬くなってしまうんですね、なのでこれはね、まあ、腰痛とかに効く場所ですね、さっきよりも全然痛い、そう、さっきより全然痛いんです、あ、痛い、逃がさないよ、多分っていうのは、筋肉がめちゃめちゃ疲れが溜まってるっていう状態なんですね、はい、19度設定なんですね。すごい。
すごい。どうしよう。何がですか。やばい。で今からお尻触っていきます。で、頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを、まあ、足の疲れだったり、まあ、背中の疲れだったりとして頭が勘違いしてしまうことが多いんですね。で、まあ、お尻しっかり重要な部分なのでしっかり押さえていきます。で、私がわざわざ説明したってことは、そう、痛いんです。頑張ってくださいね。足はでも軽く感じてる。足軽くなってるでしょ。はい。ちょっと心の準備。心の準備大丈夫。はい。ちょっと大丈夫。心の準備大丈夫ですか。心の準備が、はい、いいですか。はい、行きますね。